キワニ選手への質問やメッセージをお寄せください。お待ちしております。それでは柏木選手にご登場いただく前に、まずはこちらの映像をご覧ください。それでは大変お待たせいたしました。ご本人に登場していただきましょう。柏木陽介選手です。それでは柏木陽介選手よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。こんにちは、柏木陽介です、本日は、このような記者会見を開かせてくれた、皆さんに感謝しています。記者会見開いていいレベルの選手かどうかっていうのは正直分からなかったんですけど、こうやって開かせていただいて皆さんの前で思いを伝えられるっていうのは僕にとってすごく嬉しいので、今日は、話せるとこをしっかり話して、皆さんに僕のことをもっと知ってもらえたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、柏木選手ありがとうございました。それではこれよりメディアの皆様からご質問をいただければと思います。はじめに代表質問として NHK 岐阜の小沢様よりご質問をいただきます。その後に皆様からの質問を頂戴したいと思います。質問される方へはマイクをお渡しいたします。挙手していただき、質問される際は、はじめに社名とお名前をお願いいたします。それでは、NHK 岐阜の小沢様から代表質問をお願いいたします。NHK の小沢と申します。この度、本当にお疲れ様でした。では、代表質問行かせていただきます。
J3 の、最終戦からの、ある程度時間が経ちましたけれども、今日こうして、会見に臨んでいる、率直なお気持ちからまず、お聞かせ願いますでしょうか。もう本当に僕はこのサッカー人生、幸せだったなと思っています。本当にサッカーが本当に好きで本当に楽しくて、もちろんね、苦しいこともあったりしたんですけど、もう僕の中では幸せだったっていうことと、やっと走るのを終えられるかと思うと正直ホッとしています。改めてになりますけれども、ここで今一度引退の決断に至った理由、そこを、お話ししていただけますでしょうか。はい、ちょっと昨年アキレス腱断裂っていうのがあったので、その時に少しやれてもう1年ぐらいじゃないかなっていうのは、なんとなく感じていました。あとその中で今正直現代のサッカーっていうところに対して、自分はこれはもう自分が去っていく、タイミングなのかなっていうのも、感じてました。で、体自体が動かなくなったとか走れなくなったっていう感覚はなかったんですけども、やっぱこうちょっと負傷しがちな体になっていってたっていうこともやっぱりそこは一つの要因でした。あとはさっき 今も言いましたけど、やっぱサッカーってしんどいんですよ。大変なんです。もう18年間というか、正直サッカー人生30年間走ってきたので、もう走らない生活、いろんなことを気にせずに、なんていうんですかね、食事だったりなんかお酒だったりとか何も気にせずに飲めたり食べれたりしたら幸せだろうなっていうのを感じてたので、そういう思いの中から、引退を決意いたしました。その関連でいきますと、走るのはこれもう走らなくていいんだとほっとしていると、今一番何がしたいとかって言えることありますか。いや、本当はもう1年ぐらい何もせずにキャンピングカーで家族で日本一周とかできたらいいなっていうのは思ってたんですけど、やっぱそうは言ってられないというか、やっぱこの FC 岐阜に残って今やるべきことってたくさんあるんじゃないかなっていうのを感じたので、それはやっていくべき仕事かなと。ただこの1ヶ月、はもう本当にただただのんびりというか、家族で旅行行ったり友達と会ったりいろんな人にこう引退報告するような時間にして、精神ともに、やってきたよって自分に対しても自分の体に対しても感謝しながら過ごす期間にしたいなと思います。プロサッカー選手としてのそのキャリア全体を振り返ったところで、嬉しかったこと、それに悔しかったこと、それぞれ印象に残るような思い出ございましたら教えていただけますでしょうか。そうですね、苦しかったこともたくさんあったんですけど、どうですか、やっぱり、皆さんご存知の通りって言った方がいいのかは浦和レッズと対談するときに、度重なる規律違反という形でチームを去らなきゃいけないときは本当に苦しかったです。でもそれ以上にやっぱチームというか、チームとしても個人としてもやっぱ自分のプレーがうまくいかないときっていうのが正直サッカー選手としては一番苦しかったので、なんでこういうことになったんだ、なんでこういうプレーになったんだろうっていうところが、プレー面としてはすごくそういう、どこかっていうところじゃなくて、うまくいかない自分に対して苛立ちを覚えることは本当にサッカー人生の中多々ありました。楽しかったことはもう毎回楽しかったんで、僕はもう今だからこう言います、もちろん勝ちを目標にやってましたけど、何よりも僕は自分自身がサッカーを楽しんで、それが結果につながればいいと思ってプレー臨んでたので、本当に毎回毎回試合、あんだけたくさんの、どのチームに行ってもたくさんのサポーターファンの皆さんが見てくれてる中で試合をすることが本当に毎回楽しかったので、もう全部サッカー人生苦しいことも含めてでもトータル楽しかったと言えるのかなと思います。その苦しかったことは具体的なことをおっしゃっていただきましたけど、その楽しかった嬉しかった方も何かこれまでのキャリアの中で具体的に優劣つけるの大変難しいことだと思うんですけれども、最もその印象に残っているといったらどんなことを挙げられますでしょうか。そうですね、
まあ、やっぱタイトル取ったことっていうのが一番楽しかったんじゃないかなと。はい、ただ J リーグ取れてなかった、リーグだけ取れなかったっていうのが正直心残りでありますけど、まあ、自分の中であの年間勝ち点1位っていうのは自分の中ではもうあれはもう優勝だと勝手に思ってるので、勝手に自分の中ではタイトル全部取った気でいます。はい、まあ、こうした中でそのご自身の最後のプレーの場、まあ、FC 岐阜ということになったわけですけれども、その FC 岐阜の選手としてそのまあプレーして印象的に心残ったことといえばどんなことになりますか。いや、初めてこう J3 というリーグを体験して、まあ、とても難しいなっていうのが、はい、印象です。選手は、ね、一人一人の能力がすごく高いなっていうのはあって、練習してても全然みんな上手いやんっていう感覚で最初は入らせてもらって、でもやっぱ試合を重ねていくとこうやっぱりこう、あ、炎の能力かと思うと、こう繋がりとかがあんまりないんだなとか、やっぱ広くなればなるほど自分の力を出せない、コートが広くなればなるほど自分の力が出せない選手が増えてくるっていうのをすごく感じて、なんとかこう僕って身体能力でやってきたわけじゃないので、こうサッカーってつながりを持ってやるってところを少しでも伝えられたらいいなと思って臨んできて、まあ、あとプレイヤーとして3年経って少しチームとしては変化が起きてきたのかなと思うので、なかなかそういう伝えるのも時間かかったし、でもそれは自分にとってはすごくいい経験になって、今後 のサッカー選手以外の生活で非常に役立つようなことがたくさんできたので、それも含めて、すごく楽しかったですし、感謝しています。まあ、本当に昇格させるように努力したつもりではあったので、まあ、それができなかったのは非常に悔しかったですが、まあ、このチームに来れてよかったっていうのが本当に心から思います。その少しでもチーム変えられるように頑張ってこられたというお話ありましたけれども、そのあたり何か覚えてらっしゃるというか印象に残っている具体的なエピソードがありましたら教えていただけますか。いや、もう本当に多分1年間通している選手全員飯連れて行ってるとは思うんですけど、まあ、その中でこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないっていうアドバイスは常にするようにしてましたし、ただ俺自身が自分が一番正しいわけじゃないから、こういうのを、まあ、一つなんかいいきっかけにしてもらえればいいし、まあ、また自分で思うことあったらしっかり自分の考えを持ってやってほしいしと、まあ、そういうなんていうんですかね、細かいところをみんなに伝えながら、あとこういうやっぱ J1 でやってきた人、代表でやってきた人の話とかを、みんなに伝えることで意識が少しでも変わればいいなと思って、そういうところは結構取り組んでやってきました。重ねてなってしまうかもしれませんけれども、その FC 岐阜に来た頃と今と比べてチームこんなとこ変わったなっていうようなところがあったら教えていただけますか。いや、さっきも言ったんですけど、つながりはだいぶできてきたかなと思っています。もともとこの能力が高いのが分かっていたので、まあ、それがチームになっていくとどうなるんだろうっていう楽しみがあった中で、まあ、それが少しずつ形になってきたっていうのは自分がやってきたことでもありますし、まあ、それプラスやっぱ田中純也、宇賀神智也、まあ、ああいうベテランの選手が一緒に支えながらやってこれたからなと思ってるので、まあ、僕だったらいなくなりますけど、まあ、そこを多分思って今後も取り組んでいってくれるんじゃないかなと思うので、みんなには期待しています。その現役引退の決断を、まあ、されたばかりではありますけれども、今後柏木さんが、まあ、描いている、まあ、夢とか目標とか、その辺ございましたら最後に教えていただけますでしょうか。そうですね、まあ、僕が FC に来たのも、まあ、小松社長が、FC 岐阜でこういうふうな形でこういうことをやっていきたい、そのビジョンにすごく賛同して、こんな楽しいことができる可能性のあるクラブなんだと、まあ、それで FC 岐阜を決めたの でそれプラスやっぱ実際入った中で、まあ、まだまだ、まあ、未熟というかいろいろ足りないところはあると思うんですけど、本当にこのクラブに可能性を感じますし、これからどんどん強くなっていって、本当にこう強豪チームになっていけるという僕感覚もあるので、クラブの夢や希望っていうところを
しっかり僕も受け取って汲み取って、みんなの力で僕一人が入ったから何かできるってわけじゃないと思うんで、いろんな意見を交換しながらこのチームが良くなるためのことを全力でやっていけたらいいなと、僕も支えてもらわないと何もできないので、たくさんの人といろんな話をしていろんなコミュニケーションを取って吉井リーフが、正直時間かかると思うんです。強くなっていくには僕の中では、10年後15年後に、J1 でしっかり戦えるチームとであり、ACL を戦えるチームにしていくということが目標です。いつ J2 上がるとかそういう話じゃなくて、やっぱ自然といいサッカーができていったらやっぱり吉井リーフって上がったよねってそこでなると思うので、いい状態で上がって J2 でももう入った時にはもう中以上で戦えるような実力を持って試合をやっていきながら、10年後ぐらいには J1 で、あ、やっぱり吉井リーフは J1 に残ってるよねって思ってもらえるようなチームにしていくってことが、自分の目標であり、夢であります。そうしました。本当に最後に、現役を引退するということになりまして、プロサッカー選手、柏木を、応援してくれたサポーターの方々、はい、最後に何か伝えたいことがありましたらお願いできますでしょうか。たくさんの方に応援していただいてとても感謝しています。もちろんね、いろいろブーイング浴びたり文句言われたりとかそういうこともありましたけど、みんなの声援や、いろんな声がまた自分を強くしてくれたと思ってますし、成長させてくれたと思ってます。やっぱね、最後もピッチに立って思ったんですけど、このピッチでやっぱピッチに立って最高だなって思えたのは、応援してくれた人がたくさんいたからだな、心から思います。僕は常に感謝、もちろんファンサポーターだけじゃなく全ての人に感謝の気持ちを持って、サッカーをしてきたつもりなので、今後も感謝の気持ちをまたサッカー界に還元できるようにやっていきたいと思うので、皆さんまた違った形で応援していただけたらいいなと思います。ありがとうございました。代表質問以上になります。はい、ありがとうございました。それでは皆様からの質問を頂戴したいと思います。お時間も限られておりますので、お一人様一問とさせていただきます。またお時間がありましたら改めて質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。質問のある方は挙手をお願いいたします。ではお願いします。すいません、技師部の棚橋と申します。プロ生活お疲れ様でした。お疲れ様です。試合後のセレモニーでも、岐阜に残るという話がありました。その残り方というか、役職、ポジションみたいなのを具体的に 今の段階で決まっていれば教えていただけますでしょうか。はい、正直今の時点では何も決まっていないです。さっきも岐阜のビジョンを話したように、そのビジョンを達成していくために、僕ができること、チームが求めていることをうまくこう混合させながら、いいポジション、それは、まだ本当に決まってないので、また追って、発表できたらいいなと思っているので、またそこら辺の時に皆さんが注目していただけたらいいのかなと、その思いという部分では何も変わらないので、どの立場が大事とかっていうところは僕はあんまり感じてないので、 FC 岐阜に残って、さっき言ったようなことを達成していくということが僕の目標、また追って発表させていただきたいと思います。ありがとうございました。その他ご質問いかがでしょうか。では、まず手前の男性の方から。はい、岐阜マガの後藤です。18年間お疲れ様でした。加入の時のことを思い出していただきたいんですが、プレースタイルが近いクラブを探すという選択肢もあったとは思います。ただそこで違うスタイルでチーム作りが始まってしまっていたけれども、理念は共感できるというクラブとして岐阜を選んだ、ここの心理を改めてお聞かせ願いますか。はい、まずはやっぱさっきも言ったように社長の思いとかビジョンっていうものにすごく賛同して、僕はチーム選手入った時にすごくこう盛り上がっていけばいいし強くなっていけばいいなという思いで、
入りました。まあ、しかもその時安間さん監督で、まあまあ、内容っていうのはどういうサッカーをするっていうところははっきりは聞いてなかったんですが、まあ、安間さんイコールパスサッカーだっていう思いも強かったので、結構あ楽しみだなっていう感覚で、岐阜を選んだっていうのは大きいですし、なんていうんですかね、こうフィーリングというか、うん、僕はこう今も岐阜に残りたいって思ったように、僕は岐阜に導かれてきたんじゃないかなって思っているので、なんか自分が感じたもので、岐阜を選んだとか、まあ、サッカー内容どうのこうのとかカテゴリーっていう部分とかっていうより、まあ、あとは社長の思いと本当にすぐ声をかけてくれたっていうところは自分にとって、すごく嬉しかったことなので、うん、本当に岐阜に導かれてきて、そのまま本当に岐阜が大好きになったという感じです、はい、うまく答えられなかった、すいません。ありがとうございました。それでは先ほど手が上がっていた女性の方はお願いします。はい、岐阜の、あ、すみません、読売新聞の杉本と申します。18年間お疲れ様でした。長い18年間のサッカー人生の中で岐阜には3年間いていただいたと思うんですけれども、やっぱり残るからにはその岐阜のチームだったり県民性というか、なんか岐阜の好きなところだったりサポーターの印象などあれば教えていただきたいです。はい、まあ本当に住みやすいなと思ってますし、まあ僕家族で一緒に来て、まあ、家族が本当に子供を育てる環境もすごくいいですし、やっぱ僕はその山とか川自然がすごく好きなので、そういうところでも自分のメンタル的な部分でこう癒しを得られる瞬間がたくさんあったなと思います。岐阜の、ファンサポーターも J3 で正直これだけ入ってくるチームってほとんどないと思いますし、それこそ本当に思いが伝わってくる応援だなっていうのがすごく感じてたので、うん、もっともっと、FC 岐阜自体がね強くなっていきながら、ファンサポーターの方が増えていって、また満員になる、もしくは新しいスタジアムができるということを心から望んでます。あと岐阜の方々はもうどこの店行っても本当にすごくよくしてくれて、なんか皆さんに、僕が岐阜を好きにさせられたなって思うぐらい、その出会った岐阜で出会った方々にすごく感謝してますし、またそれをこの僕が FC 岐阜だけじゃなくて岐阜県を盛り上げる、岐阜を盛り上げるってことをまたやっていきたいなと、そして皆さんそれを返していけたらいいなというふうに思ってます、はい、ありがとうございました。では今手が上がりました。まず、手前の男性の方から。中日新聞の森と申します。柏木選手お疲れ様でした。去年の大怪我、まあ、足のアキレス腱断裂という怪我をされてから今年の5月に富山戦で復帰されて、それまでもいろいろ体が結構きついということを私たちの報道陣にもおっしゃっているところもあったんですけども、その富山戦ですごい改めてサッカーが楽しいということをおっしゃってて、しかしそこからまたもう一度現役引退という気持ちに向かわせたようなプレーだったり思いっていうのはどっかタイミングがあったんでしょうか。いや、まあ、サッカーは本当に やれば常に楽しいので、まあ、そういう気持ちにはなりますけど、でももう心のどこかでは引退っていうところがどん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 広がってる状態ではあったので、だから楽しいから引退をやめるっていう選択肢にはならなかったですし、楽しいからこそ動けるからこそやめたかったっていうのが正直なところなんで、残りの試合逆に出れるうちは出たら絶対楽しんで思い切って自分らしくプレーしようっていうのが、まあ、より明確に、この1年は戦えたかなと思います。ありがとうございました。ではその後ろの女性の方。プロ生活お疲れ様でした。共同通信の品川と申します。 SNS で牧野選手が今回引退に関して投稿されてましたけど、何か牧野選手だったり他の選手から直接メッセージもらったりっていうのは何かあったんでしょうか。はい、本当たくさんの方にメッセージいただいて、
正直なその試合当日とか前日とかにも、まあ、今日は思いっきり楽しんでお疲れ様みたいなもらって、その時が一番泣きそうでしたね。なんかなんかこうやっていろんな人に、お疲れ様とかありがとうとか、そういうことを言われるっていうのが自分の生き方が間違ってなかったと思えた瞬間でもあったので、なんか本当に、まあ出会ってくれた全ての皆さんが僕を強くしてくれたし、成長させてくれたし、ここまでサッカーやらせてくれたと思っているので、本当にそういう人たちにまた感謝をしつつ何かをまた返していけたらいいなと思っています。ありがとうございました。その他質問いかがでしょうか。あ、では少し早かったあの中央の男性の方から。浦和レッズのオフィシャルマッチデープログラム瀬尾と申します。18年間お疲れ様でした。あのすいません、レッズのことを伺わせていただきます。あの11年間の中で、すみません個人的な思いで申し訳ないんですけど、一番柏木選手が頼もしく思えたのが2011年なんですよ。レッズが残留争いした時で柏木選手2年目で、最終節の前で勝ってようやく残留決めたんですが、あの決して楽しくサッカーをできた毎日ではなかったんじゃないかと思いますけども、柏木選手特有の明るさで暗くならないようにしていたと思いますし、それと今言った残留をほぼ決めた福岡戦最終節の前の試合、貴重な同点ゴールを挙げました。で さらに最終節相手があの優勝した柏だったんですけど、他の選手が結構気を、まあ、抜いてるわけじゃないにしても柏木選手気を抜かず最後まで、1点取って相手の優勝させないぞという気迫を見せてくれたあの年、一番僕は印象に残っているんですが、あの年どんなつもりでプレーしていたのか、それと福岡戦のゴールについて伺います。結構サッカー人生でもなかなか苦しかった1年だなというのは正直思ってますね。本当にサッカー内容も伴わないですし、自分自身もうまくいかない、チームも何やってもなんか勝てる気しないっていうシーズンで、確かに最初言ったのと違いますね。僕もその年が一番苦しかったかもしれないですね。でも何が悪いのかなっていうのは正直やっぱやってる本人たちって全然分からなくて、なんで勝てないんだろうなって思いながらやってて、まずはでもこのチームって仲が良くないなって思ったので、その年に結構こう決起集会じゃないですけど、一月に一回ぐらいちょうど選手も若い選手とベテランの選手が結構分かれてて中堅がいなかったので、そのバランスっていうのはすごい悪いなって思ってたので、まあ、そこをつなげるのを一つ僕は試みて、終盤戦でやっとなんかそこが一つにこうまとまってきてなんとか残れたのかなと僕は個人的には思ってます。あの本当に誰もが一生懸命やってるけど噛み合わないっていう、一番大変なシーズンだったと思います。最後のゴールに関しては正直全然枠外してるやつが入っちゃったみたいな感じなんですけど、やっぱ残らしたい、浦和レッズを落とすことはできないっていう思いはすごく強かったですし、なんか僕ってそのヒーローになれる体質じゃなくて、結構大事なところでゴール決めれないとか、だいたい森脇とか牧野とか持っていくみたいな感じなんですけど、まあ、結構自分の人生の中でもなんかチームを作ったゴールになったかなと思うので、まあ、枠に入ってなかったけどシュートを打つことの重要性っていうのも一つ、覚えた試合になったかなと思います。はい、ありがとうございました。その他質問は、あ、では橋の男性の方。ルゴラスの斉藤と申します。お疲れ様でした。ありがとうございました。あの柏木選手、僕らずっとサッカーに出てこれだけ走れるファンタジスタってなかなかいないなというか、そんな気をしてずっと見ていたんですけども、それができた要因というか、走れてあの鋭いパスが出せて、どれほどの練習を積んできてここまでやれてきたのかなっていうところを聞きたいんですが。はい、まあ、自分でなんかそれどれだけあったかっていうのは、まあ、ちょっと分からないですけど、小さい時から本当にサッカーが好きで、
サッカーのための人生を送ってきたなと思ってます。で、僕がこう成長できたのはもちろん、いい指導者の出会い、まあ、小学校、高校、まあ、プロになってからミシャとか、まあ、いろんな指導者、この出会ったタイミングで非常に自分が成長できた。プラスやっぱ一緒にやる人の存在ってすごく大事なの。どんな、まあ本田圭佑君も何かの講演で言ってましたけど、どの環境に身を置くかっていうところを含めて、僕は小学校も、スポーツ少年団ですし、中学校も学年に9人しかサッカー部いないぐらいの中大連ですし、でもそこからここまでなれるんだと、やっぱりそれは自分がその時にどんだけ頑張ってきたかっていうのが今になってすごく、分かるなと。ただ何を頑張ってきたかじゃなくて、本当にサッカーを好きでどうやったら上手くなれるのか、どうやったらこうみんなとうまくできるのかっていうのを考えてやってこれたのかなって思います。でプロになってからも自分が一番上手いなんて思ったことは一度もなくて、常に自己評価は低く持つようにしてて、みんなが良かったねって言われても自分のどっかでいやもっともっと上に行きたい、もっと上手くなりたい、これぐらいじゃダメだって、そういうふうに思ってきたので、それがまた自分を常にこう成長させてくれたのかな。サッカー人生なんていうんですか、楽しかったし幸せだったけど、一度もこう自分にとって満足したっていう瞬間はなかったかなと、はい、それぐらい自分に対して自己評価を下してネガティブな発想からポジティブに変えれるように取り組んできたのが僕はここまで、成長させてくれたのかなと心から思います。ありがとうございました。では手前の男性の方に。フリーランスの軍司と申します。現役生活お疲れ様でした。プライベートでも親交が深くて、調子乗り世代の合宿としたカナダのアンダー20ワールドカップのメンバーでもある太田浩介選手が同じタイミングで現役引退されました。その子に関して思うことだったり、この間この引退に関して太田浩介選手とコミュニケーションを取ったやり取りなどがあれば聞かせてください。はい、たまたまちょっと東京に家族で戻る機会があったので、ご飯どうって言ったら行くことになって、そこでちょっと俺引退考えてるんだよねって言ったら、そう俺もう引退決めてるよって言われてあそうなんやって。でその僕も太田もすごく身体能力が高いとかじゃなくて、本当にこうみんなに助けられながらやってきた選手だよねって、やっぱ周りの人が上手くて、そこで逆に自分が輝かせてもらったし、それプラス逆に輝かせることもできたよねって話もしながら、でも本当に走るのしんどいよねって、もうやっぱ今のサッカー、現代のサッカーってやっぱテンポ、フィジカル、強度っていうところに関して、ちょっと自分たちはもうちょっと違うねっていうところも踏まえて、なんかそれもお互い認識した気持ち、なんていうんですかね、本当に気持ちよく、はい、引退できるねって、新しいステージの方が絶対これからサッカー人生より長いので、そこでなんか楽しみながらやっていこうよっていう、なんか本当になんか落ち込んで悲しいマジでとかっていう感覚ではなく、もう本当にポジティブな話しか出ない回だったので、お互い本当に納得して、新しい世界に踏み込めるなと、はい、そういう話になりました。はい、ありがとうございました。その他質問いかがでしょう。では初めに手が上がった男性の方、はい、お願いします。すみません、時事通信の木下と申します。現役生活お疲れ様でした。月並みな質問で申し訳ないんですけど、柏木選手が、一番印象に残っているプレー、プロ生活のプレーだったり、試合についてお伺いさせてください。そうですね、正直プレーとかあんま覚えてないんですよね。たまに自分の試合前とかに自分のプレー集みたいな見て、こういうプレーしてたなみたいな感じなんで、そうですね。なんかでも自分の中でやっぱ残るのは、いいパスを出したシーンっていうのはやっぱ結構残ってて、ゴールよりこのパスめっちゃ気持ちよかったなとか、やっぱこう思い出してもどっちかというとそっちの方が出てくるですよね。だから印象に残るプレーってやっぱ
僕はあんまりいないと思うんですけど、その自分で思ってるのは時間を止めれるというか、うん、そういうパスができるのはなかなか少ないうちの一人だと思ってたので、やっぱそこのプレーに関してはこうパッと思って、あのパスよかったな、パスよかったな、パスよかったなとかっていう風な、そうですね、いいプレーっていう感じのイメージです。ごめんなさい、なんかパッとなんかこのシーンが良かったとかあんまりこうなくてですね、はい、どの試合も、まあ、もちろん ACL 優勝とかそういうのはすごく気持ちよかったですし、その瞬間瞬間はもちろん気持ちいいんですけど、自分の中でこれがベスト J だったっていうのも正直全然覚えてなくて、どっちかというと試合の内容で覚えてると悪い試合の方が結構逆に言うと残ってる感じなので、はい、あと記憶力は全然ないみたいです、そういう試合過去に対してのすいません。ありがとうございました。では続いての質問は後ろの男性に。はい、サッカーダイジェストの小崎と申します。長い間お疲れ様でした。まあ、岐阜に行って3シーズンですが、まあ、岐阜のクラブ側からは、まあ、先ほども話があったように、その若い選手にいろんなことを伝えてくれっていうミッションもあったと思います。で、まあ、柏木選手、まあ、引退に際してそのもう悔いはないというやり方ということをお話しされてましたけど、まあ、そういう経験を全部、まあ、ピッチの上で伝え切ったというのもありますか、そういう面。そうですね、まあ、僕が言えることは言えたんじゃないかなっていうふうには思ってます。ただ別に選手じゃなくなってもそこはチームを見ていれば伝えることはできるので、また違う角度、まあ、プレーしてて分かることとまた外から見て思うことっていうのはまた違いが出ると思うので、そういうところでまた選手たちに少しでもいいアドバイスができて、選手たちが成長して FC が強くなっていってくれるんだったら、まあ、そこは今後も、引き続き続けてやっていきたいなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。それではお時間の関係で次が最後の質問とさせていただきたいのですが、いかがでしょうか。質問のある方は挙手をお願いいたします。あ、では旅立ちますフリーランス軍事です。個人的な勲章という意味では2017年の ACL の大会 MVP っていうのが一つあるかなと思うんですけども、その当時のことを自分ご自身振り返っていただけますか。正直あのシーズンも僕の中で苦しいシーズンだったというか、 ACL 取ったのはすごい嬉しいことなんですけど、その ACL の決勝前に、ミッシャーが解任になりまして、僕にとっては非常にこう心苦しくて、あの大会優勝したんですけど、僕寝れない日がほとんど続いてたりしまして、だからこそなんか、まあ、優勝っていうのは嬉しかったなっていうのはあるんですけど、で僕 MVP になった時もいやいや俺じゃないでしょってずっと言ってて、嫌だ嫌だって言ってたんですけど、うん、まあこれは一ついいプレゼントだと思って、本当にみんながいたからもらいましたありがとうっていう気持ちを伝えて、いただいたので、なんかあのシーズンもこう自分の中ではこういろんな思いがあって、その中で取れたタイトルだったと思いますし、個人タイトルだったと思うので、まあ、自分の人生の中で、そういう個人のタイトルっていうのが残るっていうのも非常に良かったなと思いますし、だからただアジアナンバーワンプレイヤーになったっていう感覚は全くなくて、はい、チームが強かって、チームがみんなが助けてくれて、いただいた賞だなと思うので、これも本当に仲間に感謝する賞だったなと、そしてでも自分にとって誇りを持てる賞だなと思います。はい、ありがとうございました。なお YouTube にもコメント質問が届いておりますので、こちらからご紹介したいと思います。一番初めに引退を伝えた人は誰ですか。奥さんですねそうですね、まあ、奥さんに今もうとりあえずやめようと思うみたいな話はすぐしました。はい、別にあそうぐらいの
いいんじゃない、あなたが思ってることは全部正しいんじゃないって、まあ、言ってもらったので、はい、そうやって言ってもらって逆にこう ありがとうっていう気持ちになりました。それでは最後に一つ、背番号42を託したい選手はいますか。一旦開けといてもらっていいですかね。いや託したい、別に託したいとかはなくて、つけたいと思う選手がいるんだったらつけてもいいけど、やっぱ僕の中では本当の思いを持って選んでつけた番号なので、その思いに負けないぐらい強い思いを持ってつけさせてくださいっていうのなら、ぜひ誰でもいいのでつけて頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございます。以上で質問のお時間を終了とさせていただきます。メディアの皆様ありがとうございました。さてここで柏木選手に向けてゆかりのある方々からビデオメッセージを預かっております。それでは皆様スクリーンにご注目ください。陽介、長い現役生活お疲れ様でした。槙野智章です。陽介とね、広島そして浦和日本代表と同じクラブでプレーできたことを本当に誇りに思います。15歳からですね、同じ学校で一緒に勉強して同じクラス で寮生活も一緒で、将来はサッカー選手になりたいって2人でずっと、夢見てきたあの15歳から月日が経ちました。まあ、そこからね、あの陽介の素敵なパス、で僕もたくさんいい思いをさせてもらって、たくさんのゴールを決めることができたのも陽介の存在があったからです。まあ、常日頃陽介と連絡取り合いながら、怪我で苦しんでる姿とか抱えてる姿とか報告もらうのもすごく僕もね、毎日楽しみにしておりましたが、陽介から電話が一本になった時に、ちょっとこう不安な時を思い出します。引退しますっていう一言をねもらった時に、まあ、本当にお疲れ様っていう言葉と、まだまだ見たいっていうのもありましたけども、次のステージもですね、必ず輝ける陽介の姿を僕はイメージできておりますので、また一緒にお仕事できたらなというふうに思いますし、素敵な奥さんも素敵な家族もいるということで、何の問題もないかなと思っております。またゆっくりね、お酒飲みながら楽しい話できたらなと思いますので、まずはゆっくり体休めてください。長い現役生活お疲れ様でした。サンフレッチェ広島 CRM の森崎和之です。アマゾンの森崎浩二です。陽介現役生活お疲れ様でした。まあ、プロ生活は、いいこともそうでないこともあったと思うけど、まあ、陽介が後悔ない、プロ生活を送れたことを願ってます。で、まあ、陽介を最初に見たのは、陽介はまだユースの頃、トップチームの練習に参加して、その時初めて見ましたけど、本当にユースにこんな上手い子がいるんだなっていうのを今でも覚えてます。でその後、まあ、トップチームに、プレイヤーとして入ってきましたけど、本当に陽介は、まあ、自分の中では、数少ない、サッカーの感覚があるというか、まあ、言葉を交わさなくても、分かり合える、仲だったかなと思います。なので本当はもっと一緒にプレーしたかったっていうのが多いです。まあ、これから第二の人生を送ると思うんですけど、まあ、そっちの方が長いので、ぜひまた第二の人生でも、輝けることを、願ってます。陽介お疲れ様でした。まあ、タズと、まあ、同じですけど、本当にユースから、上がってきて、本当にこんなうまい子がいるんだなっていうのが最初の第一印象で、まあ、走る、ね、ファンタジスタとして、あのアイデアでしたりテクニック、イマジネーション、本当に全てにおいてレベルの高い選手だったんじゃないかなと思ってます。で、まあ、一緒に、シャドウのポジションでプレーした時には本当に、まあ、楽しくて、試合に勝つだけではなく楽しくサッカーが、できたんじゃないかなと思ってます。まあ、陽介の、ね、第二の人生も本当に自分らしく陽介らしく、楽しみながら、明るい、ね、キャラクターで活躍することを、まあ、願ってます。本当にお疲れ様でした。
サッカー日本代表キャプテンの遠藤航です。陽介さん、まずは現役生活お疲れ様でした。僕は陽介さんと浦和時代、一緒にサッカーをさせていただいて、日本代表でも、長くプレーさせてもらいました。サッカーはもちろんですけど、陽介さんには、プライベートでも、よくご飯に連れてってもらったり、して、いろいろ相談したりされたり本当によくサッカーの話をして、一緒にね、浦和をどうしたら強くできるのかみたいな話もしながら、代表を強くするにはどうしたらいいのかとかも、ね、話しながら、すごくいい時間を過ごさせてもらいました。個人的にはすごくやりやすかったですし、僕が後ろにいて、よく陽介さんに、パスをつけながら、陽介さんはそれをね、うまく、ラストパスにつなげてくれたり、手に絡むようなプレーにつなげてくれてるっていうような感覚で、すごくお互い、やりやすさを感じながら、プレーさせてもらってたと思います。いや、もう攻撃のその、キックの精度だったり、それセットプレー、フリーキックも含めてだし、ラストパスのその精度だったり、見てる場所、出し方、相手に予測されないような出し方、そこは本当に陽介さんの一番ストロングポイントかなと思います。もうちょっとね、足が速ければいいのかなと思ってましたけどでもそれを補うだけの、プレーをしてたと思います。これからまた陽介さんは第二の人生、いろいろ考えていると思うので、陽介さんであればね、またその第二の人生も華やかなものに、していくのかなと思ってます。なので、僕は、これからも、陽介さんの第二の人生応援してますし、僕はまだサッカーを続けるので、活躍する姿を、見せ続けられるように頑張りたいなというふうに思います。また機会があればぜひ、一緒にご飯に行きましょう。改めましてお疲れ様でした。陽介、現役生活お疲れ様です。浦和レッズの興梠慎三です。陽介とは約8年間浦和で共にプレーしてきました。陽介はキャプテンとして、いろいろなものを背負い、嬉しいシーズンよりか苦しいシーズンの方が多かったと思います。でもその全てが、僕の財産です。陽介からはたくさんのアシストを、もらいました。僕が輝けたのは陽介のおかげだと思ってます。陽介が引退するのは寂しいですけど、これからもサッカーに携わり、第二の柏木陽介を育ててください。そして違う形でサッカーを盛り上げてください。本当に長い間お疲れ様でした。奥さんを大切に。パリウエックス新潟コーチの田中達也です。陽介、18年間まずはお疲れ様でした。陽介と最初に出会ったのが浦和の時で、その時移籍してきて陽介が、本当正直喋れなかったですね、陽介と。けどちょっとずつ俺というか家族ぐるみで仲良くなって、子供たちが陽介陽介と懐いて、そこから本当に今もなお続けて、新潟にも遊びに来てくれたりして、本当家族のような存在です。陽介移籍してきて本当にこんなパスもやっているんだ。実際僕も陽介に何回もそうやっていいパスで行かせてもらって、こっちに移籍してからも、やっぱり陽介の凄さっていうのは相手チームとしてもまた脅威だったし、実際けど受けて何回も何回もいいパス受けて、
正直まだもう一回受けてみたいなっていう気持ちはあります。最近は本当辞めるっていう連絡をもらって、まあ、けどその時に僕ももうちょっと続けろよとかは言わなくて、まあ、陽介はサッカーに対してなんか、ね、見た目あんな、なんだろうな、明るいキャラでちょっとなんかこうチャラチャラしたイメージあるかもしれないけど、すごい真面目で、陽介、そんな真面目だな、陽介が考えた自分で出した結果だったから、またお疲れ様と言って、まあ、それはこの家族と一緒にいたんで、まあ、家族みんなで喋って、まあ、それが 最近一番喋ったことになって、もう一度になりますが、またお疲れ様でした。まあ、陽介の第二の人生、素晴らしいものになると思うし、まあ、これからも田中家と仲良くやってください。お疲れ様でした。陽介、プロサッカー選手生活、お疲れ様でした。陽介は浦和レッズの本当に厳しい時期に2010年に来てくれて、それこそチームが残留争いする2011年もそうですが、本当に苦しい時期を一緒に乗り越えたのをよく覚えてます。若手とベテランがなかなかうまくいかない時期を陽介が来て間に入ってみんなをつなげて、こう一つのチームにまとめてくれたっていうことはね、本当昨日のように覚えてます。そんな陽介のキャラクターがあって今の浦和レッズはあると思うし、 ACL 数々のタイトル、陽介のおかげで浦和レッズは取れたと思ってます。陽介がサッカー選手引退するということで非常に残念です。陽介のプレーが見れないのも残念です。ただこれからの人生の方が長いので、陽介らしく楽しく頑張ってください。応援してます。Liebe Joske, wir haben zusammen begonnen unseren Weg in japanischen Profifußball. Wir haben zusammen viel Tiefe und viel Hoch erlebt. Du bist inzwischen geworden einer von besten Spielern in Japan. Das freut mich sehr, sehr. Aber Zeit geht schneller.Und ich weiß, dass du nach deiner Familie meiste liebe Fußball und dass du bleiben weiter im Fußball. Ich liebe dich und deine Familie und ich bin immer für dich da, du weißt. Ich liebe dich. Hi. Kashiwagi 選手に向けた熱いメッセージ、ご質問いただいた皆様はまさに戦友、ビデオメッセージをご覧になった感想いかがでしょうか。いやもう本当に嬉しいです、はい、もう自分が大好きな人たちに、こんなにありがたい言葉をいただけて、自分のサッカー人生間違ってなかったと思いますし、自分の、人生生き方間違ってなかったなと改めて思うことができました。本当に改めて心から感謝しています。ありがとうございます。はい、メッセージを寄せていただいた皆様本当にありがとうございました。続きまして、柏木選手がプロサッカー選手として活動してきた今日までの功績をたたえ花束をお渡ししたいと思います。柏木選手、前へどうぞ。実はですね、柏木選手には内緒である方にお越しいただきました。それではお入りください。元日本代表の高萩洋次郎選手です。柏木選手とはサンフレッチェ広島で共闘し、今でも講師ともに深い信頼関係のあるまさに親友だそうです。それでは高萩選手、花束の贈呈をお願いいたします。ありがとう。せっかくですので高萩選手から柏木選手へ
メッセージをいただければと思います。それ出てきてなかったもんな、おかしいと思ったんだよまずは18年間お疲れ様でした。ちょっとこういうところで喋るの苦手なんで陽介分かってくれると思いますけど、一緒にプレーしたのは広島時代、そんな長くなくて3年ぐらいだったと思うけど、本当にその間に、僕の唯一の親友で、講師ともにすごく仲良くさせてもらってました。で本当に、プレー中は言葉交わさなくても、本当に一番今まで一緒にやってきた中でやりやすい選手だなって思いながら、で浦和に移籍するって聞いた時も、陽介と一緒にプレーができなくなるのはちょっと本当に嫌だなと思いながらも、やっぱりプロサッカー選手としてのキャリアとして浦和に移籍するって聞いた時は絶対行った方がいいよっていう言葉はかけましたが、実際は一瞬できなくて寂しいなっていう思いもありました。で今後は FC リーフと関わりながら本当に FC リーフを盛り上げてくれると思いますし、陽介の明るさはみんなも知ってると思うんで、この明るさで多分 FC リーフもすごくいいチームになって、日本を代表するようなチームになるんじゃないかなっていうふうに、陽介はそういうふうにチームに作り上げてくれると思ってます。なんだろうな、とりあえずお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、高萩選手ありがとうございます。柏木選手、高萩選手から受け取った花束いかがでしょう。いや嬉しいですね、本当に僕もね、養生の方が1個上になるんですけども、もう本当に広島にいる時も多分年間300日ぐらいは一緒に飯食ってたんじゃないかなっていうぐらい一緒にいましたし、もうお互い移籍してからも一緒にご飯食べる機会も多いですし、家族で一緒に旅行行くことも多いですし、サッカーのフィーリングももう本当に、正直楽しみすぎてた部分はありましたね。広島の時はもう2人楽しんでて、負けてても全然笑いながら、あのプレー良かったねとかって言ってよくご飯食べたのを覚えてます。本当に心の友であるので、なんか本当に何もしなくても、今でも別に連絡そんな取らなくても通じ合える関係っていうのが、やっぱそれはやっぱり養生との関係かなと思います。本当にね、いつ喋ってへんなとは思ってたので、来てくれてちょっと正直本当に久しぶりなんかずっと鳥肌立ったというか、はい、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。それではこれよりフォトセッションに移りたいと思います。このまま中央にてお願いいたします。まずはお二人揃っての撮影です。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは高萩選手に大きな拍手をお願いいたします。
ここまで FC 岐阜柏木陽介選手の現役引退会見を進めてまいりました。柏木選手、ご自身の引退会見を終えようとしております。今日の会見振り返っていかがですか？はい、まずは本当に僕の引退会見に、お越しくださった皆様ありがとうございます。正直なんかちゃんとうまく喋れたかなとか不安なことはいっぱいありますが、思いってものだけは伝わっていたらいいなと思います。この思いっていうものをこれから、C 岐阜、岐阜のために、これを紡いで、皆さんで盛り上げていけたらいいなと思うので、これからさらに、僕はもっと今選手じゃなくなった以上たくさんの場面で顔を出せる機会が増えると思うので、ぜひ自分を使ってください。そして、皆さんも FC 岐阜、岐阜を盛り上げるために一緒に尽力していただけたら嬉しく思います。第二の人生、さらにまた楽しみながら過ごしていきたいと思います。本当に18年間、プロ生活を、支えてくれた皆様や応援してくれた皆様ありがとうございました。そしてこれからの人生また、楽しんでやっていきたいと思うので、これからも、どこかで応援していただけることを願ってます。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは最後になりますが、 YouTube のライブ配信を通じてたくさんのファンサポーターの方にもご視聴いただいております。改めて今日お越しの皆様、そしてファンサポーターの皆様にメッセージをお願いします。皆様本当にありがとうございました。本当に皆さんの支えが僕の力になりましたし、皆さんの応援が僕を成長させてくれたと思ってます。これから違った形で皆さんに返していけるように、日々努力し楽しんで伝えていきたいと思っています。表に出ることは少なくはなると思いますが、思いというものは常に持って、行動しているので、一緒に思いを持って、これからも、どこかで一緒に戦っていてもらえたら嬉しく思います。選手として応援してくれた皆様、本当に18年間応援ありがとうございました。心から感謝しています。ありがとうございます。本日の会見は以上をもって終了とさせていただきます。なお柏木選手の引退記念グッズも絶賛発売中ですので、ぜひ皆さん FC 岐阜のオフィシャルサイトをご覧ください。それでは皆様、現役を引退する柏木陽介選手へ大きな拍手をお願いいたします。改めまして、本日はお忙しい中、柏木陽介選手の引退会見にお越しいただき誠にありがとうございました。そして FC 岐阜に関わるすべての皆様ありがとうございました。今後も引き続き FC 岐阜へのサポートをよろしくお願いいたします。以上をもちまして会見を終了いたします。ありがとうございました。